吉田さん、景気がいいじゃないですか。500万のアウディ買った後に、BMW 買った後に、プラスアルファ300万かけるっていうね。まあ、今の時代、なかなかできないですよ、そういうことは。で、片っぽでですね、もっと景気のいい話がありまして、これはね、どこだったかな。ヨーロッパからアメリカに、船で高級車をね、こう運んでいる、途中に火災が起きたらしいんですよ。これ最近の話ですよ。で、高級車4000台ぐらいが燃えてて、で、そのまんまその船沈没したらしいんですよ。うん。で、ランボルギーニが乗ってたりとか、ベントレーがあったりとか、アウディがあったり、ポルシェがあったり、フォルクスワーゲンがあったりとかしたんですけども、なんか被害総額460億円。ね、ということですよ。1台あたりだから平均で1000万以上の車ですから、まあ、ベントレーやね、あの、フォルクスワーゲン、ポルシェとかも、まあ、100台ぐらいあったらしくって、すごいですよね。460億円が海の木ずっと消えたということです。で、この火災の原因なんですけどね、これがなんとね、あの、電気自動車のバッテリーから出火して、で、それが燃え広がって、消火システムがあったんだけども、それが全然効かなかったらしいんですよ。で、ここで2つね、ちょっとこう電気自動車のデメリットはっきり分かったんでお話しとくと、1つはね、電気自動車っていうのはよくね、自然発火してバッテリーから火が出て火災が起きるんですよね。これが1つなんですよ、電気自動車のデメリット。あんまり語られてないんですけども、中国でもね、これ問題になっていて、大量の電気自動車が廃棄になってるんですよ。で、またテスラモーターも結構ね、自動車から走行中に出火して、で、そのまま事故になったとかってあるんですよね。都市伝説も何でもなくって、今回日本であんまり知られてないんですかね。吉田さんも知らないですよね、これね。私みたいなね、暇人じゃないと知らないと思いますけども。で、車が4000台船で輸送中に火災を起こして沈没みたいなね。で、2つ目のデメリットなんですけども、電気自動車から出火したその火災ってのはむちゃくちゃ消えにくいらしいんですよ。だから船に積んである最新の消火システムも効かなかったらしいんですよね。だから万が一火災が起きちゃいけないっていうんで、防火システムがあるのにそれも効かないしっていうんでね、散々みたいだったんですよ。すごいもったいない話だなと思いましたけど、まあ車ってのはね、いい車は安全かと思ったら、いい車でもこうやって自然出火して自然発火して燃えてしまうという、怖いですね。でもなんか吉田さんあれでしょ、吉田さんは自動車の事故ってあんまり起こしたことないと思いますけども、まあ、これはドライバーの性格とかにもよるかもしれませんけども、やっぱりいい車に乗るとそれで手入れするとね、丁寧に乗りたくなりますよね。で、やっぱささくれだった気持ちとかで乗ると乱暴な運転になっちゃうのかなと思うんですよね。やっぱこう、もう私もね、セルシオについていろいろとね、セルシオの嫌われる理由みたいなのがあるわけですよ。で、そういうのを、まあ、並べてみると、ああそうだね、結構そうだよねみたいな感じがあるんですけども、これは車が嫌われてるんじゃなくて、やっぱドライバーがイメージを作るんですよね。だから BMW のドライバーさんっていうのは、まあみんなね、上品ですよ、やっぱり。丁寧で。で、BMW もそうだし、まあアウディもね、そうですしね。あんまりこう、ギスギスした方はいないのかなと。ベンツはちょっとね、怖い人がいるかもしれないですね。なんかね、ベンツって言うと、それだけで、ちょっと重厚なイメージがしますけどもね、戦車みたいなね。セルシオはちょっとね、あれですよね、チンピラっぽい響きがあるらしいんですよ。で、セルシオになったら、俺ドキドキみたいなね、いい気になってる人が多いみたいな。なんかこれで一つまたコンテンツができるわけですよ。セルシオ乗りが嫌われるみたいな。はい。で、車の話はこの辺にしといてね。前回の動画どうでした？チランの、平和記念館のね、お話しさせてもらって、まあ、吉田さんだったらなんか、行ったことがあるんだろうなと思ったし、なんか思い出でもあるのかなと思ったんですけども、
ゼロ戦に乗ってね、あれも三菱の制作だったと思いますけども、ゼロ戦に乗って本来なら、まあ、大空をね自由に飛んで、さまざまなね、なんか夢を見せてくれるはずのパイロットが、ただただその訓練の最終目的は人の乗っている船に突っ込んで、でまあ道連れにして自爆するというね、何もいいことがないということですよね。本当に震え上がるような思いがしますし、まあ、今でもこの文明社会でね、戦争が起きてしまったという、まあ、戦争というのも侵略行為ですよね。ロシアが一方的に、まあ、ウクライナを攻めていったということですからね。だからロシアも、まあ、ウクライナにあの無謀な戦争を仕掛けるよりもね、侵略をするよりも、なんともっと他にやり方があるんじゃないかなと思いますし、なんか怖い国ですよね。ロシアが今勝手なことをするから世界中で迷惑してる、値上がりもどんどんしますしね、国民生活はもっともっと苦しくなると、まあ、ロシアのせいだろうなと思いますよね。どんなことがあってもじゃあ殺しに行こうかっていう発想になるのは本当ロシアみたいな恐ろしい国ですよ。で中国もなんか似たようなことしてますしね、まあ、何なんですかね。まあかといって日本で私たちもね涼しい顔してられないですよ。私たちの暮らしの裏にはね、それを支える犠牲者がいますからね。まあ何度も私言いますけども、スマートフォンやノートパソコンに使われているレアメタルっていうのは、ルワンダとかコンゴとかね、そういったところに多くは取られるわけなんですけども、そこの利権をめぐってやっぱりね内戦が起きてるわけなんですよね今でも。まあかつては宝石とか金とかの採掘権をめぐっての争いだったんですけども、でその結果血を流して得たそういった鉱物が先進国に運ばれ、なんかね人々の暮らしを潤わしていると思うとね、私たちも手は汚してないけども、でも間接的に、まあ、人殺しなんだろうなと思っちゃいますよね。だから一人一人が誰かより豊かになりたいっていう気持ちはまあ確かにあるんでしょうけども、結局その気持ちってのは誰かの暮らしを痛めていたりとか、誰かの人生を、まあ犠牲にしてるんだろうなというのは知ることによって分かってくるかなと思うんですよね。まあ今回ね、車が460億円分4000台も沈没してしまいましたけども、でそこから染み出すいろんな化学物質とか産業廃棄物が海を汚染してまた別の被害をもたらすのかなと思ったら、まあ、人間は罪作りだなと思いますよね。まあけどね、いろいろと考えてもとりあえずはお金がいるんですよ。まずは暴力ではなくって知恵でお金が稼げるのにならなければ、なんか強盗してみたりとかね、泥棒だったりとか詐欺してみたりみたいな暴力でお金を稼ぐ方法になっちゃうと。で実際そういう人もいますよね。生活が苦しい、給料が安い、お金があんまりない、その中で暴力でお金を稼いでしまうみたいなね、それもまあ小さな戦争かなと思うんですよね。まあ本当にいつも思うんですけど、これもまあ吉田さんから見たら私の姿でも、私から見たら吉田さんの姿、それを見て思うんですけども、誰でもこのぐらいにはなれるはずだと思う、でなれなくても毎月プラス5万とか10万はそれに比べたら十分簡単にいけるレベルじゃないかなと思うんですけど、いかがですかね。呼吸者4000台が海の藻屑ですよ。いってらっしゃい。